チャンスね。あプレッシャーかけないでください。お、来た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 。あ、いる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 、うわー来た来た。接近してますが非常に凪ですね。絶好の釣り日和です。はい、どうもわたるです。走り出しました。今日はね、初めてのエビングということで、秀吉丸さんからエビング釣り出かけたいと思います。これから1時間ぐらい走るみたいですので、今日も頑張って釣りしていきたいと思います。それでは釣り頑張るぞ。ラーメンのコーナー、今日は大好きな駒込の後藤さんに行ってきました。気合を入れるためにね、中華そば麺まましでいただきました。いや、めちゃくちゃうまいね、ここのラーメンね。いや、これ食べてパワーマーということで、深瀬マグロで用意したロッドドリルが使えるんで、エビング初チャレンジです。ジグはダイワのアドルシルバー、それからワームはダイワのエビングスティック、ケイムラクリアとケイムラピンクコアを使ってみました。はじめ、プレッシャーかけないでください。お、来た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 。あ、いる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 、うわー来た来た。あ、でもこれちっちゃいな、カツオだな。何メーター？40ぐらい。でも走ったから、走るから走るよね。これカツ、カツオじゃないよ。でかて、お願いでかす。うぅいやね、これがね、わかんないですよ。でも結構かかってますよ。ありがとうございます。いや、あーそうっすね。いやいや、もう止まり始めてるから。いやいや、まだ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 。出せ指令が来ましたよ。いや、結構緩い。緩いよね。結構緩いでしょ。今緩めた。ああ、いや、これでやったら動画バズるな。ああ止まりだしてますね。よし。ああでもな、怖いね。でも20号だからそんなに切れないですよね。
僕も一緒ね。あ、きっと映ってるでしょ。かけられちゃってよろしかったですよ。どうすればいいのかな。このライン出てくるまで、うん、入っちゃいましょう。どんどん、あ、前出た方がいいですよ。ここに乗り出しちゃった方が楽。てるからリングも入れられないですね。はい、すいません。あ、こっち来たな、こっち来た。あ、来た、待って来た、待って来た。あー、しよ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 し。あ、出た。あーし。まあまあ、まあちっちゃいけど。こっち降りてきて、こっち降りて。はい。ちょっとごめんなさい。もう負けない、もう負けない。お祭り取れた。取れた。もう負けない、もう負けない。はい、ちょっと待ってね。はい、お願いします。はい。やるぞ。よし。やりましたね。やりましたね。どう取りますか？横向きに斜め下ってやつと。斜め下ね。そうそう。横ね。下向き斜め下。はい。はい、サンキュー。すいません。すいません。帰ってきました。釣れました。はい、カズさんも見に来てます。
さあ刺身出来上がりました。これが刺身でね、中落ち大量にあります。それではこれを食べていきます。うまそう。さあそれでは、いやね、秀吉丸さんの今季初マグロだそうです。ホームページも出てました。なんか超難しかったみたいですよ今日は。でも釣れてよかったです。いやー、もっと釣りたいね。もっとでかいの釣りたい。欲が湧きますね。まあそういうことで、どうもいつもありがとうございます。で今ですね、あのステッカー配ってますんで、お声掛けいただければ、こちらのステッカーお配りしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、いや今日本当にね、本当に釣り最高。